当時は日本のラッパー、グミボーイらと共にモールボーイズとしても活動している。ミドルネームはジェームズ1996年にイギリスで生まれ3歳で日本に帰国するまでロンドンで生活していた。帰国後は横浜近辺のニュータウンに暮らすがこの頃漠然と感じていたフットを持っていないという感覚が特定の街や地域ではなくショッピングモールをフットとする。 モールボーイズを名乗る原体験となっている。ラップとの出会いは中学校1年生の時に高校生の先輩が妄想族やキングギドラの曲を流していたことから、中学、高校は中高一貫の名門校である麻布学園に通っていたが、高校3年の頃に退学した。退学後は1年間ほど家に引きこもっていたが、この時期に音楽を通じて、 自己を表現することに目覚め、サウンドクラウドなどインターネットを中心に本格的にラッパーとしての活動を開始2017年オーディション番組ラップスター誕生に出演しファイナルステージまで進出、一躍ヒップホップシーンの注目を集めた。高校中退後は武蔵野美術大学に通っており、そこで出会った仲間たちで結成されたクルーがモールボーイズである。 AB モールボーイズ唯一無二のスタイルで話題沸騰のラッパー当時グミボーイを擁するボーダーレスなクルー。2021年2月1日閲覧。ABC ラッパー当時が見てきた景色とそこから生み出す新しい世界ウェーブジャパン41 2021年2月1日閲覧。当時の9.97 EP https://music.apple.com/.jp/.album/.9-97-ep/.140-89771382021 年10月15日閲覧。当時、新曲、プロペラ、i feel i'ma プロペラ CC はなヒット本日、リリースメガボルト公開スピンコースター。スピンコースター、2021年10月15日。 閲覧。当時がトランシーナニューシングルオレオをリリース。モールボーイズによるメガボルトも同時公開ブロック .fm。ブロック .fm 2021年10月15日閲覧。当時ツイッター。ありがとうございます。